先日行われたインディアンウェルズで約8ヶ月間タイトルから遠ざかっていたアルカラスが驚異的なパフォーマンスで復活優勝と連覇を飾り、見事なカムバックを果たしました。特に大会通じてアルカラスのフォアハンドは素晴らしく、太刀打ちできるライバルたちはほとんどいませんでした。シーズン開幕からずっと苦戦していたアルカラスはどのようにしてプレーを立て直してみせたのか、ということで今回は前回アルカラスの弱点をまとめた動画に引き続き、同じアナリストの方が書いたブレインゲームというコラムを元にしながら、アルカラスのフォアハンドをメインに彼のプレーを解説していこうと思っています。インディアンウェルズ見たけど面白かった、アルカラスみたいなフォアハンドが欲しい、テニスをやる前に気分を上げたい、このような方にとって今回の動画はとても刺さる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。アルカラスのフォアハンドは歴代選手の中でもトップクラスの威力を誇りますが、その裏にはいくつかのウィークポイントも存在し、彼はインディアンウェルズでその弱点見事克服してみせました。弱点は大まかに分けると4つありますが、1つ目がコスパの悪さ。アルカラスのフォアの魅力はコートのどんな場所からでもウィナーを獲得できるパワーと、対戦相手を追い詰めてイージーにネットポイントへつなげる多機能性ですが、同時にミスも多いです。ミスとウィナーのバランス、これが取れていればどれだけオフェンシブに打っても問題はありません。しかしスランプ気味だった直近はウィナーで帳消しにできないほどフォアハンドでミスを犯していたため、ウィナーの数と勝敗が比例していませんでした。特に顕著だったのがコート内の A のエリアでプレーしている時で、アルカラスはフォアのクロスラリーで我慢できず、自らリスクの高いダウンザラインへ打ち込み自滅する展開も多かったです。自滅する展開が増えたことでネットに出る回数も減り、得意なオフェンスで能力を発揮することができない悪循環へ陥っていたのです。なのでアルカラスにとってフォアハンドのコスパの悪さ、これは早急に解決するべき課題でしたが、インディアンウェルズでの彼のフォアハンドは我慢強さと度胸を兼ね備えた効率のいい最強の武器だったといえます。このラリーでアルカラスはダウンザラインへ打つことをぐっと我慢して、本来ミスが多発していた A のエリアにとどまってクロスラリーを何回か続けました。メドベージェクのフラット系で滑ってくるボールに対しても無理に強打せず、ネットの高いところを通るようなループボール駆使している部分からも工夫が感じ取れます。またメドベージェクもアルカラスがいつダウンザラインを打ってくるのか警戒するあまり、先に彼のフォアハンドを嫌がってバック側へボールを集めようとしてミスをしています。ウィナーにはならずとも、この我慢強さがこれまでのアルカラスに足りなかったものです。コラムの中でもこのポイントをかなり強調して書かれていまして、アルカラスはメドベージェフ戦の第2セットを 6-1 と圧倒しましたが、このセットで放った30本のフォアハンドのうち28本を成功させたほか、クロスで我慢強くラリーしたことが功を奏し、強固なストロークが持ち味であるメドベージェフのフォアハンドから5本のエラーを誘い出すことに成功、そのうち4本はアルカラスのフォアハンドとの打ち合いから生まれたエラーでした。これは興味深いスタッツです。続いてのテーマはリターンについてです。アルカラスが A のエリアでエラーを多発していたことは先ほども言った通りで、それはリターンする時でも同じでした。インディアンウェルズを迎える前、アルカラスはデュースサイドでリターンする時、ワイドサーブを無理やり強打してアウトミスになるケースが多発していましたが、威力ではなく確実性を優先してブロックリターン気味にセンターの深くへ返すなど、堅実なプレーメイクに変更したことで勝ち星積み上げていきました。本来リターンを返球するエリアで一番効果を発揮するのはベースラインの四隅ではなくセンターの深くです。もちろんコーナーへ打つことができればリターンエースになることもありえますが、ストロークよりも返す難易度が高いサーブにおいてライン際を狙うのはギャンブルであり再現性が低いです。しかしセンターを狙うことでネットの低いところを通せるのに加え、サーブが入ってきた角度と同じ角度にリターンすれば相手の力を利用してより確実にミスを減らすことができます。アルカラスは攻撃性を抑え基本に忠実なリターンへシフトすることにより見事エラー数を減らしてみせたのです。
またポジションにも工夫が見られました。アルカラスは選曲を読みながら自分の時間奪われないようベースライン付近にポジションしたり、相手のセカンドサーブでサーブ&ボレー食らう確率が低く、なおかつ強打してアウトミスをしないように後ろ気味へポジションを取るなど、戦術面で高く評価できる部分がたくさんあったと思います。アルカラスの改善点はリターンだけでなくサービスゲームにも存在します。皆さんがご存知のようにアルカラスのプレースタイルはかなりオフェンシブです。そのため彼が本来の実力を発揮するのはサーブプラスワン、サーブを打った次のショットで決める展開で、3球目をフォアハンドで処理して優位に立つことがキープの鍵になってきます。しかし対戦相手もそのことは知っているので、アルカラスはリターンでバックサイド狙われてしまい、3球目をバックで処理する頻度がフォアハンドを上回ってしまった結果、サービスの優位性が保てず、それが敗北に直結してしまう試合もこれまでは少なくありませんでした。そのためアルカラスはこの状況を打開するためにインディアンウェルズでは積極的に回り込みのフォアハンドを打っていました。アルカラスが3球目をフォアハンドで処理した時のポイント獲得率はバックハンドで処理した時よりもかなり優れており、アルカラスにとって回り込みのフォアハンドはとても大切なファクターです。回り込みのフォアハンドをアルカラスが意識していたのは数字にも出ていまして、彼は約6割のストロークをフォアハンドで処理しています。これによりバックの打ち合いをしてオフェンスを封じたいメドベージェフの戦術の裏を書くことにも成功し、彼のベースラインからのポイント獲得率を 38% に抑えるなど、この分野で圧倒しました。最後にこれは改善したポイントというよりもサーフェスの特徴に合わせた戦略とも言えますが、アルカラスは積極的にドロップショットを狙いに行っていました。しかも高確率で決めています。インディアンウェルズのサーフェスはかなりボールが跳ねるコートのため、アルカラスにとってはとても相性がいいです。彼のフォアハンドにはとてつもない量のトップスピンかかっています。なのでベースライン付近で耐え続けるのは至難の技です。そのため対戦相手はポジション下げたくなりますが、そうなるとアルカラスは躊躇なくドロップを放ってきます。事前にドロップを見抜ければそこまで脅威ではありませんが、アルカラスはノーモーションでグリップを握り替えることもできるので、打つ直前にならないと見抜けません。特にアルカラスは回り込みのフォアを打つ体勢でフェイクを入れるタイミングが絶妙で、この展開から幾度となくライバルたちを苦しめました。アルカラスのインディアンウェルズ優勝は彼のキャリアにおいて大きなターニングポイントになりました。まずインディアンウェルズを連覇したのは2014年から2016年に3連覇したジョコビッチ以来の快挙、それと同時に21歳になる前に5つのマスターズを制覇したナダルに次いで史上2人目の選手にもなりました。ビッグ3のメンバーがアルカラスの年齢だった時の戦績見比べてみますと、アルカラスの化け物じみた成長速度直に感じ取ることができると思います。史上最年少で世界ランキング1位に上り詰めたのはもちろんのこと、グランドスラム制覇数はジョコビッチよりも上ですし、誕生日が5月であることを考えるとナダルのマスターズ制覇7回追い越す可能性もまだまだ十分に残されています。個人的にアルカラスの好きな部分は一生懸命プレーすることもそうなんですけど、テニスを楽しむ心、これを忘れていないことです。アルカラスはナダルと比較されるプレッシャーについて聞かれた時、次のように答えたことがあります。次のラファなどいない、僕は僕だ。毎週プレッシャーにさらされながらプレーする苦労は想像もつきませんが、彼は常に笑顔を絶やさずポジティブなエネルギーをファンへ届けてくれています。まさに彼は王者の素質を持っていると思いますし、これからも活躍してほしいと願っている選手の一人です。
というわけで今回は以上になります。もしこのタイプの動画好きな方は、フェデラーのネオバッグ解説した動画、好評いただいていますので、ぜひご覧になってみてください。チャンネル登録、ショート動画のチェック、 X のフォローですね、よろしくお願いします。最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。